選手会長の八塚選手からご指名をいただきました。36番、34歳になりました村上和弘です。昨年夏久しぶりに仙台に戻ってくることができて、今年は、8年ぶりにベガルタの一員として、キャンプを過ごしております。2006年に1ヶ月間のキャンプが始まりましたが、それからずっとみんな1ヶ月間この時期は家族と離れて、九州でキャンプを張ってます。今日は久しぶりに練習試合しましたが、新加入の杉浦がゴールしたので、次は杉浦選手と行きたいところですが、期待の意味も込めて藤村啓太選手に次指名したいと思います。開幕戦ダービーなので、ユアスタでしっかり勝って勢いに乗って、今年は勝ち星を一つでも多く積み重ねられるように、共に戦っていきましょう。よろしくお願いします。